己第一主義じゃないとダメよ。じゃないと顧客守れないよ。違います？だってうちがキャッシュアウトしてたらもうこの口座ないんだよ。そうでしょ、もう終わりじゃん。みんな学べないんだよ。次どこの学校行くの？ YouTube の学校でうちよりクオリティの高い学校なんか僕が知る限りないからね。ないよ。だって現役の YouTuber ほとんどやってないんだから。 YouTube で結果出してない人のセミナーしかないんですよまあそのクオリティは見てないからね、ダメとは言い切れないけど、想像で言いますけど、普通に考えたら YouTuber としてちゃんと実績出してない人の YouTube の講座よりも YouTuber として結果も出していて今なお現役でやってる人から学んだ方がいいに決まってるじゃないですか。だから結構高いけどみんな入学したんでしょ。66万円ってまあまあだよ。まあまあ、まあ僕は安いと思ってるんですけど、うん、でもまあまあじゃん。普通一般的なセミナーと比べたら、だって安いに決まってんじゃん。66万円払って66万円分回収しようと思ってる人一人でもいる？いないよね。こんなの660万とか6600万とか6億ぐらいにするでしょ。じゃあしろよ。してくださいだってしてくれたら僕の株上がるもんね、みんなの中の。そう、嬉しいよね。でみんなも嬉しいよね。でみんなのお客様も嬉しいじゃん。ほら、全員がハッピーになる方法は売るしかないんだって。成功するしかないんだって。それが経済の市場原理なのよ。ウィンルーズなんかないっす、ビジネスの世界に。ルーズルーズかウィンウィン以外なんかもともとないんだって。ウィンウィンすごいとか言ってるけど当たり前なんだよ。ウィンウィン以外が起きないから。特に高度成長以外ではです。高度成長期はウィンルーズって起きるんですよね。不動産業界長年やってる人分かるでしょ。本当に悪いやつが儲かってた時代ありましたよね。それは高度成長だったからなのよ。もうこっからは程度成長もしくは下降だからね。日本のマーケットで言えばよ。世界で言うとまだまだ伸びている国いっぱいあるけどね。シンガポールとかマレーシアとか伸びますよ。人口が増えてんだから。インドだってテクノロジーがあんだけ伸びれば伸びますよ。中国なんかもうすでに伸びてますよ。日本人はそれに気がつかないふりをしてるだけでむちゃくちゃ伸びてますよ。だけど日本は伸びないんで、ね、絶対伸びないですよ。人口が減ってるし新しいものを取り入れないって決めてるから。決めてるよね。だから絶対に伸びないんですよ日本は、全体としてはね。でもその中で自分は伸びた方がいいじゃん。そのためにはやっぱり今までにやってないことをやるしかないです。今まで通りやるのは死です。死ぬの、ビジネスとして。これまで通りなんかありえない。でみんなもちろん YouTube を自分のビジネスの発展のためにやろうっていうまだまだレアな方なので、もうね成功の方向には向かってるのは間違いないから言ってるんだよ、うん、これが本当になんかもうなんか何にも活動しないで、いや俺はいいんだよもうこのままでとか言ってるおじいちゃんには言わないよ。響かないから。ここに来てる人は全員年齢関係なく若者なので、ビジネスで言うとね。だってどんどん新しく変わろうとしている若者でしょ。実年齢の話なんかしてないですよ。20代でも30代でも老人みたいなやついっぱいいるから、ビジネスで言うと。いや僕はいいんですみたいな。ちょっと横道にそれていいですか。今高校生で一番人気のある職業なんか知ってます？一番人気のある職業、高校生。それは小学生です。拍手。せーの、いいね。高校生は公務員です、そうですよ。公務員が人気ナンバーワンですよ、でもちょっと考えて、公務員って職業だっけいや警察官になりたいとかって、おー正義感あふれるなって言いたいよ。公務員ってなんだよその単語が出てくる意味は何ですか。意味はさあ天才。拍手拍手。せーの、安定が欲しいんだってさ高校生が。誰のせいなんだよこれ。誰のせいなんだよ。僕のせいですよ。違います？高校生が自分の未来をイメージする方法、今働いてる大人以外の情報あんの？僕らのせいでしょ。違いますか？反論あったら来いよ論破してやる俺が。あ、全然する気ないけど僕らしかいないじゃないですか。高校生が自分の職業の未来のイメージを持てるかどうかの情報源は大人以外ないでしょ。自分で考えられますか？高校生の時に考えられないでしょ。それが公務員なんだって、安定なんだって。安定は死なんだよ。本当のことを教えようよ。僕らはやるんだよ。変わり続けんだよ。
チャレンジしまくるんだよ。それ以外に子供たちにどうだって示す方法あります？ないと思うよ僕は。全部チャレンジだよ。今ちょっと言ったのは価格のチャレンジですよ。価格変えることにビビってんじゃねえよって言ってんですよ。思い切って変えようぜって言ってんですよ。高単価商品生み出そうよって言ってんですよ。 YouTube ガンガンやりましょうよ。まあもちろん今パワーがねどれぐらい残ってるかによって人によって違いますけど、 TikTok がいいなと思ったら TikTok もやったらいいんですよ。クラブハウスやったらいいんですよ。まあ僕はボイシーしかやってませんけどどんどんやったらいいんですよ、チャレンジを。だってビジネスなんて正解しかないんだから。正解しかない正確には実験しかないんだから。だって分かるわけないじゃん、やる前から。それが正解かどうかなんて。ビジネスで成功する方法なんてたくさん小さな失敗を繰り返しながら成功をつかむか、もしくはそうだな、失敗しない方法を最初から潰す力をつけるか、この2つしかないもんね。そうだよね。もう失敗するかもしれないけどたくさん実験して、その中で何個か勝ちパターンを作っていって、それだけを伸ばして失敗したやつをすぐやめるっていう方法を取るか。これどっちかというと勢いで頭悪い人用です。もう一個頭がいい人用、失敗するリスクを潰しておいて実験していく。これでも実験だけどね。だから失敗のリスクを小さくするのは両方に共通して必要なんですよ。わかります？たくさん、だから頭のいい方からいきますよ。頭のいい人がやることは失敗のリスクを先に潰しておく。これ頭のいい人ができるやつね、キングコングの西野亮廣さん、こっちね。あの人は実は失敗する可能性を先に潰す天才です。むちゃくちゃ思考型ですね。あの人感性でビジネスやってないからね。むちゃくちゃロジックが細かいんで失敗するリスクを潰すんですよ。僕クラウドファンディング4個相談しに行ったんで全部失敗する要素を潰すしか言わないです。あとはいいですね引っかかながら、いいですねって言ってるのは口だからね、頭の中はここが穴だな、ここが穴だな、ここが穴だってやるんで、恐ろしいほど失敗のリスクを潰す天才です。西野亮廣さんはそっち系、頭のいい人はこっちがいいですね。でもどっちみちこれってこの力どうやったらつくの？勉強するしかないね。学ぶことによってしか失敗のリスクを察知する力も、その失敗のリスクを潰す具体的なアクションも出てこないもんね。これ勉強するしかないんですよ。じゃあ頭の悪い人用いきますよ。頭の多そうだな頭の悪い人用っていうのはいっぱいチャレンジして失敗もするんだけど、その中で何割か、ほんの1割でも2割でもいいから成功したやつを伸ばして、失敗した8割から9割はもうやらない。これならバカでもできるから。じゃあその時大事なのは何かというと、失敗のサイズを小さくする力ですね。キャッシュアウトしないように失敗する力。じゃあこれどうやったら身につくかっていうと、勉強なんですよ。つまり頭がいい人も頭が悪い人もビジネスで失敗しないで成功の確率を上げる方法はやっぱ勉強しかないんですよね。なので、今回はビジネス YouTuber の学校なので YouTube 中心なんだけど、今日オープニングトーク YouTube の話一個もしてないですからねなんだけど、結果として僕はこの学校に入学した全員ビジネスで成功してもらいますから。 YouTube で成功したけどビジネスで成功しないとか許さねえぞって言ってるんですよ。極端に言うと YouTube ちょっとしか伸びてないけどビジネスで成功してればもう成功ですからね。だって目的はそっちだから。YouTube は手段なんですよ。でも手段がうまくいくと目的は達成できるので、だからどっちも重要だって言ってるんです。でもその時に重要なのは、今の時代っていうのはとにかく経済が落ちていってたりとか、ものすごく外圧がかかっていたりとか、ネガティブな要因が多いわけですよ。そういう時はどうしなきゃいけないかっていうと、安定は死、これを知っておくことですね。安定はありえないんですよ。だって世の中の状況が変化なんだから、大革命が起きてるわけだから、ビッグバンなわけだから。ちょっと悪い例ですけど、地震で地割れができてるんですよ。逃げなきゃダメです。同じ場所にいちゃ死ぬんですよ。動かなきゃダメです。それは高台に動くのかもしれないし、多くの人と助け合いながら行くのかもしれないし、
もしかしたら多くの人が何も考えずに逃げていく方法とは違う方向に自分で考えて動くことかもしれない。津波てんでんこですよ。あ、津波てんでんことか分かんないか。あ、津波てんでんこっていうのは東北の大震災の時にですね、ある地域で、使われていた言葉です。あ、もう重要なんで話していいですか。津波てんでんこっていうんですよ。それ何かっていうと、津波の時には自分の命を守ることを最優先に考えててんでんバラバラに逃げなさいです。例えば関東地方の小学校とか中学校で避難訓練をやると必ず全員同じ行動を取るように指導されます。急になんかうーんとかサイレン鳴って火事です火事ですとか言って放送を流すと、学校の先生がはーい、じゃあみんなで一緒にって、はい、避難場所分かってるよね、運動場に行くよってやるんですよ。でもその地方では違います。みんなと同じ方向にただ行っちゃいけないんですよ。自分で考えて逃げなさいっていう教育をあらかじめされてるんです。実はその学校ではあの 3.11 で津波で学校が流されたのに生徒の生存率 98% だったんです。ちょっと死んだんですけどね。でももし天然湖じゃなかったら、いや学校指定の避難場所全員死んだんですよ。学校の指定避難場所じゃないところにいた生徒が 98% いたんですって。それで 98% 生存したから津波てんでんこっていう考え方が今東北ではちょっと一部で使われてるんですよ。今そういう時代ですよ。経済で言ってもまあ実際に本当に死ぬわけじゃないよ。でもビジネスとして死ぬ人がいっぱい増えてる時代ですよね。今はどんどんビジネスは今同じ場所にいたり、みんながいるから安心だっている人はみんな流されて死んでいくっていう、そういうタイミングなんですよ今ビジネス的に言うと。だから動かなきゃダメです。自分で考えてみんなと同じ方向に行けばいい高度成長の時代とは真逆なんです。今こそ天然湖なんですよ。みんなで自分が本当に行くべき場所をちゃんと考えて動くってことです。もちろんその道のりではちょっとした間違いとかなんかずっこけたりとかあるかもしれない。それでもいいの。自分で考えて動いていかないと、変わっていかないといけないってことです。だからそのアンテナで世の中を見たり情報を見たり実際のアクションを起こすようにしていこうね。もうそれしかないです。今日すごく大きい全体のビジネスの話からいきましたけど、今言ってるあらゆるチャレンジをし続けるっていうことは実は YouTuber をやる上で一番大事です。唯一の正解探しをする思考では YouTube はうまくいかないです。うまくいく時代はありました。それは2017年の9月から2019年までかなはそれでよかったの。なんでかというとビジネス YouTuber が優遇されてたから。あ、この話してないよね。あ、はい、別にこれ Google から発表があったわけじゃないんで、僕が分析した内容なんで正式発表ではございませんが、数値的に言うと間違いないですね。2017年の下半期から2019年末まではビジネス YouTuber は確変状態でした。7、7、7、ジャラジャラです。つまりそのタイミングでやった人はみんな伸びてたの。普通にちゃんとやってればよ。その時伸びてない人もいるよ。それはなんかちょっとずれてたことやってた人なので。でももう終わったの確変は。今通常モードなんですよ。パチンコやらない人意味わかんないですよね普通なの今は。でたまにトップ YouTuber の人が YouTube で言ってない？もう YouTuber はオワコンだとかって聞かない？聞くよね。あれは正確に言うと確変終わったよって言ってるの。今通常モードだから大変だよねって言ってんだよ。だから本当にオワコンじゃないよ。終わってなんかないよ。通常モードになってるだけだからね。さあ勘違いしないでください。で通常モードの時に大事なのは正解は1個じゃないってことを知ることなんですよ。いっぱい正解があるから。確変状態はね正解1個なんですよ。みんなと同じことやってればみんな成功してんだから。そうだよね。だから高度成長と一緒でしょ。確変ってもうやればじゃらじゃら出てくるわけだから。不動産買えば儲かるみたいな話ですよね高度成長の時代は。まあその中でも外せる人っていうのもいるんですけどね。自分ね、ほとんどの人は当てられるので。でも今は違うんですよ。ほとんどの人が外せるんですよ。だから自分で考えて自分で実験していかないと正解に当たらない。それ YouTube でも同じ状態になってるよってこと。だから皆さんは今勉強しに来てるから
優位性があるよって言いたいんです。勉強すれば正解にたどり着く確率が上がるというよりは、失敗のサイズを小さくしたり、あらかじめ失敗要因を潰す力がつくんです。これが勉強の価値です。 OK。 勉強すればビジネスで大当たりなんか出ませんからね。出ない。そういうメッセージを見たらもう詐欺だと思っていやないよそんなの。ある？あったら俺買うわ。それ全部買う、その商品。ない。見たことないし聞いたことないし実績見たことないですよ。僕以外の人でもそれがうまくいった試しがない。先行利益ぐらいはあるけど、誰よりも早くやったから普通にやってるのにうまくいった例は、それはあります。でも YouTube に関してはもう先行利益じゃないです。標準モードですから。こっからは努力です。こっからは学習です。こっからは地道な継続ができた人が勝って、一発大当たりを狙ってる人は死にます。まあ、でもそういう人ってあんまり来てないと思うので、ビジネス YouTuber の学校だって本業のために来るわけだからね、本業を 1,2 年で大当たりしてやめようなんてあんまり思ってる人いないですよね。なので今ここに入学できてる人はできる人だと思ってるんで言ってます。でも最初に言った通り、とにかく小さきものは今チャレンジするしかないし、逆に言うとチャレンジは大きい人よりもやりやすいんだよね。大変だよ。ガリガリ君20円の値上げで炎上するんだよ。僕たちは 20% 上げても炎上しないんですよ。どれほど優位性があるか分かりますか。私たちがチャレンジしてこけて気がつく人何人いないじゃん。僕自身も今までいっぱい失敗してきましたよ。まあ、失敗の話を全部言うと今日1日が終わるので1個だけ紹介しますよ。僕オンラインサロンって2014年にやってるんですよ。今から8年ぐらい前、7年前かなにやってんですよ。7年ぐらい前かな。でオンラインサロン、あのね、オンラインサロンっていう名前がまだ世の中なかったんですけどね。でも明らかにオンラインサロン、当時は勝間塾っていうのを僕見つけたんですよ。勝間和代さんがやってたんですよ、サブスクを。あの人早かったので、なんなら岡田斗司夫さんが元祖なんですけど、オタキングが、オタキング EX っていうのをやってたんですけどね。まあまあまあ、それあった、見つけたんで、勝間さんがやってるの見つけて、これいいっつって、月額課金で安定するし、ファンがここに囲えるから、きっとファンの間の横のつながりが生まれてね、レバレッジが効くぞって思ったんですよ。だから金儲けだけじゃなくて、ファンのサービスにもなる。これはビジネスの安定とファンサービスと両方が詰まってる最高のサービスだって興奮して、俺もやるっつって、すぐに業者さん、勝間さん あのプラットフォームを作ってるとこ一社しかなかったから、そこに電話して、うちやりますっつって、でやり方を教えてもらって、で、まあ、当時ヒロキングしか社員がいなかったんで、ヒロキングにフェイスブックと、メルマガをやってたから、フェイスブックとメルマガでいよいよ鴨頭塾やりますっつって、内容はこんなで、サービスはこんなで、月額が課金だから、まあ、3000円だったんですけどね、こんなに安くて鴨頭の近くに来て鴨頭のメッセージに触れられて学ぶことができて最高の塾が始まりますとか言って、ガンガン情報発信して、暇だったからあんまり仕事なかったで、ガンガン情報発信してカウントダウンまでやったんですよ。残り53日、残り22日、残り7日、残り3日、いよいよ明日告知スタート、24時間後2人っていうねびっくりしたね、2人だって申し込みで、速攻でそのプラットフォームの会社に電話したんですよ。すぐに辞めると今日中に止めてくれてたんですよ。そしたらそこのプラットフォーマーがちょっと一瞬ごねたんですよ。いや鴨頭さん違いますよと、こういうのは最初から人は集まりませんと、徐々に徐々に広がっていって育てていくもんなんですって言ったんですよ。で僕は言いましたよ、嫌だ今20人なら育てようと思うが2人から育てるのは無理だって2人のために週に1回ライブ放送とかなんかそういうのやっちゃったからさ、2人のためにそれやってたら、あの他のことやらないと会社が潰れちゃうんだよ、それやってる間に。だからすぐに閉じてくれって言ったらもう1回ごねたんですよ。いやちょっとあの時間くださいって言うんですよ。どういうことだと、もう1ヶ月分先払いしてるんだから、止めるのはお客様が3人になったり4人になったらお客さんに申し訳ないだろうと、今2人だから2人に謝ればいいと、増えたら申し訳ないからすぐに止めろって言ったんですよ。いやちょっとだけお時間くださいって言うんですよ。いやちょっと意味が分かんない、説明しろって言ったら、まだ止めた人が一人もおりませんって言われたんですよつまり僕は一番最後に始めて一番最初に辞めた人ですいや超重要な話をしています。そういうことをいっぱいやってるんですよ僕。
じゃあ被害どれぐらいか、1ヶ月分のプラットフォーマーに払ったお金と2人への謝罪なんですよ。失敗のサイズ小さくないですか。そういうことを身につけておく必要があるということ で僕は思ってるんですよ。このビジネス YouTuber の学校に入学した人は YouTube が再生回数が上がったりチャンネル登録が増えるのは当たり前、さらにビジネスそのものが発展する、絶対に66万円を100倍とか1000倍にしてくれるような生徒さんを生み出したいと思ってます。できますから、可能です。なぜなら前回多分僕喋ったと思うんですけど、僕はそもそもグレートフルテッドからマーケティングを学ぶっていう1400円の本から億を生み出してるんで、それが全てじゃないかもしれないけど、それがきっかけなんですよ。だからこの講座もあなたにとって未来の大ブレイクの絶対きっかけにしてもらおうと心から思ってるので、今日もその気概を持って授業をやらさせていただきます。今日も頑張って勉強していきましょう。よろしくお願いします。せーの、いいね。毎朝9時までにボイシー発信しております。最新情報や最新の気づきどんどん発信しています。普段と声が違うって評判だよ。僕が YouTube を始めたのは2012年からでした。その当時僕のことを知ってる人はほとんどいなかった。でもこうして YouTube を活用して多くの人とつながることができるようになりました。同じようにあなたも YouTube を活用すれば、今は出会えなかった人との出会いがもう莫大に増えることは間違いありません。ぜひ誰かのために役に立つビジネスをやってるという自覚のある方は、ビジネスを YouTube を使って多くの人に届けていきましょう。ビジネス YouTuber の学校で待ってます。あなたに出会えた奇跡を心に溜めてゆこう。